444回目のただいま。普通に風邪ひいちゃったよ。さてさて、今回も日本人形ちゃんと遊んでいきましょうが。さあ、いいの来い。カモン。よっしゃ。俺はしぶてえぜ。今の俺はついてる。ついてるぞ。わは、なんか始まった。始まったぞ。おお、一人だけ右行った。右行っていいぞ。独走中だ。あ、もう水に弱いタイプ。もっと多くのお客様をお迎えください。どんなとこで店やってんだよ。最近ね、家の中に虫が大量発生しだして困ってんすよね。雲が多いの。小雲。全治12ヶ月の大やけど。もう一回山に捨てた。やっぱりお人形帰ってくるのが遅い。そしてお人形怒ってるような気がするの。今まで笑ってたのに怒った。怒ったってことは嫌ってことだよね。逆に日本人形を追いかけ回すっていうのはどう？追いかけられる側の気持ちを味わいなっていう感じで。形勢逆転ってことだよね。お、みんな見て、自分が追いかけられる側って知った途端震え出したぞ。おい、その時日本人形は初めて知った。これが恐怖なのだと。みんな、山の太もまで捨てに行こうか。匂い菌、匂い菌だって。日本人形ちゃんに味付けしましょうか。お母さん、頑張る。頑張るよ。なんてけなげな子なのかしら。そのお母さんも、もうすでにいないというのに。あ、すいません。勝手に言ってるだけです。もうそれは何？これ山、何かあるの？そう思った時、おばあちゃんと出会ったの。おばあちゃんは、この山の近くに神社に行くって、悪いものを払う神社って言ってた。いやだ、お口からも何か生えてきた。あ、口なんだそれ。よし、また山のふもとで捨ててやろうがな。しめじでは可愛い着せ替えが使い放題らしいですよ。またなんか来る。なんだこれ。おー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 おお、高い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 。自分基本的に夢とか寝てる時に見ないんだけど、最近やたらと見るようになって。その夢っていうのがね。ごめん、忘れちった。